はい、どうも、スサナです。本日はですね、東海道五十三次の特別編になります。地面編です。地面って思うと思うんですけど、まあマンホールとかですね、ちょっと地面にね注目していました。私自身ね、見るのが好きっていうのもありますし、最近流行ってますよね、マンホールカードとかも売ってたり、ちょっと買ってみたいなと思ってるんですけど、あとマンホールって英語から来てるみたいで、マン、人、ホール、穴でマンホール。なのでこのね、穴がマンホールであって、あれはマンホールの蓋とか他の言い方があるみたいなんですよ。人が入れる穴でマンホールということみたいなね、ちょっと面白いですね。私も知らなかったです。あとはですね、最近はね、黒いのから色付きのがあって、やっぱそれに応じてね、値段の方も上がるみたいです。まあ色付きだと10万超えとかするみたいですよ。びっくりでした、ね、可愛いですよね。でもということでですね、東海道五十三次の間にね、見てきたものたちをね、なるべく写真撮ってきたので、ね、そちらを動画で流します。多分ね、これをやってる人は他にいないんじゃないかなと思うので、ブログに載せてる方はいらっしゃるんですけどね、動画は多分いないんですよ。なのでね、皆さん楽しんでいただけたらと思います。ではどうぞ。
かがでしたでしょうか。お好きなのありましたか、とか見たことあるのありましたかね。私は草津川崎あたりが好きでしたね。やっぱ東海道を歩いたからにはね、東海道の絵がね描かれてるものにね愛着が湧いてしまいました。まあ、他のところもね素敵だったんですけどね、今後もねやっぱマンホールにも注目していこうかなと思います。マンホール旅とかも面白そうだなと思います。その場合はやっぱりマンホールカードをね買いたいなと思ってたりしております。ということでですね、動画の方こちらで終わりになります。チャンネル登録と評価お願いします。ではまた、アディオー、じゃあねー。